こんにちは。暗号通貨ニュースでございます。今回はですね、伝説のロックバンド、Kiss ですね。まあ誰もが知っている、もう音楽をやっている、バンドをやっているやつならね、みんなコピーしたことがあるというね、この Kiss なんですけども、Kiss のリーダー的存在なあ、ベーシストのね、ジーン・シモンズが、体のエーダーをね、こう30万円分もう購入してるんですよね。まあとはいっても、ちょっと前の話なんですけどね、今2024年なんで、3年ほど前ですかね、 そんなニュースが業界を駆け巡りました。いやあれほどの有名人がね、体のに、まあ、注目していて、そして購入してるわけなんですよ。そしてこの記事にありますように、まあ、今はね、2倍以上になってるよってことで、結構ね、今も体の枝を保有してらっしゃるんじゃないかなと思います。あちなみにね、私もね、キスのコピーをしたんですよ。高校の時にね。まあ、ただし、メイクの方ですけどもね。当時、世紀末も好きだったんで。 で、今回なんでこの記事を上げたかっていうと、とにかく有名人が体のを買ったよってことを、こうやってね、古い記事でもいいから定期的に上げることによって、注目してもらいたいんですよ。で、体の注目度を広めていって、そして、やっぱり体の知った人の中から購入者ってのが出てきますんでね。とりあえずはこう、知る人をどん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 増やしていくことによって、体の間の、まあ、価格を上げていって、みんなでね、報告しようかなってとこなんですよ。 うん、やっぱりね、暗号通貨の価格を上げる方法って大きくは2つあります。1つは自分で数億円とか数十億円分バーンと買うことですよ。買い圧力を自分で与えると値段が上がるでしょでも、そのお金が私たちにはないじゃないですか。まあですんで、体のを買う可能性のある高知の人をどんどん増やすっていう方法がもう1つあるんですよ。つまりは体のを知らせるっていう方向です。 ですので私はこうやってね、定期的にカルダネードのニュースを古い記事であろうともこうやって動画にして配信してるんですけどね。ねでも、ジン・シモンズほどの人がね、買ったらちょっとね、勇気づけられますね。うん。まあその他ね、本当にこう、デーモン国立さんとか買ったらもっといいんですけどね。あと、ガクとか買ったら笑うんですけどね。<laughs> どうなんでしょうかね。はい。ということで今回はカルダネーダとジン・シモンズのニュース、これをまたね、振り返してみました。 皆さんも古い記事であろうとも、体が目立つためだったらね、いろんな記事を上げてもらいたいと思うんですよ。いかがでしょうかそれでは、お疲れ様です。